いいから、はっきり言え。何を企んでいるんだ？企んでる？どういう意味だ？いつもなら、一目見ただけで、どういう人間か判断できるんだが、あんたは違う。それが気になって仕方ないんだ。あんたは軍隊っていう感じじゃない。一匹狼だ。だからわからないんだ。あんたがどうしてここに残っているのかがさ。欲しいものも手にしたのに、どうして出ていかないんだ？いつの日か息子を見つけるには、BOS と一緒にいるのが一番いいような気がするんだ。やれやれ。理由に関しては随分とご立派だな。いいか。ダンスがあんたを信頼してるから多めに見てやる。だが規則に従わず、ブラザーやシスターを危険にさらすようなことがあれば、あんたを必ず後悔させてやるからな。では、すぐに任務を開始するか、ヒーローさん。何か文句でもあるのか？お前の考えがよくわからないのでな。突然現れて、いくらか敵を倒したと思ったら、急にパラディンダンスと仲良くなった。本気で BOS に参加しているのか、それとも何か探し物を見つけるチャンスを伺っているだけなのか、わからない。いずれにせよ、お前がいくつか任務を経験するまでは見張っておくつもりだ。さて、用意はいいか？準備はできている。よく聞け。好き嫌いはさておき、我々の最重要任務の一つは、連邦にゴミどもを近づけないことだ。つまりミュータント、グール、人造人間。クソ知識人どもがおもちゃで遊び始めた時に生まれたアボミネーションのことだ。この任務はシンプルだ。ターゲットまで送ってやるから、奴らが故郷と呼ぶもの全てを消せ。必要な情報は全てここにある。仕事が済むまで戻るな。珍しい場所だな。ご自身の安全のため、扉に寄りかからないでください。君が悪い。
やった。さあ行こう。素晴らしい。開けてみよう。フェラルのやつがレイダーをぬいぐるみみたいに噛みつぶしている。簡単にはさせないぞ。発射地点を防ぐため扉を押さえ
全滅しろ。地獄いいニュースを持ってきたんだろうな。これで報酬がもらえるか。ダンスから報酬を与える許可を受けている。終わった。今日一番の驚きだな。さあこれが報酬だ。連邦から害虫が消えることはしばらくない。次の任務の準備ができ次第ここへ来い。まだだ。わかった。ひとまずな。ではまた会おう。